お疲れ様です。今日は8000ミラード14日目やっていきたいと思います。ということでこちらのね縦線バージョンですね。もう前回気づきました。はい、縦線が強いということで今日はもう7000いきます。はい、あと3勝かな。2じゃ届かないですね。はい、ということでまあ3勝してとりあえずまあ8000目指してるね。7000はねもうまだまだ1000足りないんですけど、まあキリがいいので、まあ、8000目指してねいきます。まあ7000か。はい、で LSP 来たのでもうあれですよ、もうすぐみんな始まり LSP してクロスかロイド2択です。もうこのデッキはねクロスだったらオワコン、ね、ロイだったらワンチャンっていうかちょっと相性がいいということで、ロイあいやそれはねガチでヤンキーマジでなんだ何もつかん。おいあーデッキパワーね。なるほどね。いやマジでこのデッキめっちゃ強いな、相手のデッキ。いやでもアドだけは取ってるからな、ガチでただのデッキパワー。よしよしよし。いやこんなん許容でガチでフルパワー、フルパワー、いやマジでフルパワーある。うガチある、ガチある。お前そっち一般じゃねえよ。よしよし、バカ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 、え入りすぎじゃね。なんで絶対もうちょい守れたよ相手。いやマジでね、相手しょっぱなからあのライトニングはね先般です。先般ライトニング。さあということで、まあ、ボス的もスケ金もロイジャーもエルスピも何でもきついんだけど前そうですね。だからなんかロイジャー自体は意外と相性が悪くないんですよね。縦の戦士がめっちゃ強いんですよ、防衛で。そうだから縦戦ゲーができると別に相性悪くないので、まあでも今回のロイに関してはちょっと嫌かな。スケキンがね、あとハンター、まあ、スケキンハンタートリトンの形とエリスピがねみたいなね。何でこいつって。そうでトリネで下げれば、いやこれでもう通らないんですよ。でエリスピ来てもこの後のここのコウモリでさあ許容ゲー。さすがにこれはハシプリ。いやいい墓石置くなあんた。いやーこれ別にウッドする必要ねえな。墓石借りるっす。あれちょっと待ってくれよお兄さん、お兄さんちょっとだけ待ってくれよ。あーいかついかついかつい。それいやーでもみたいなのがあんな。お願い LSP やめろ。やばいそれこれ来ない。ちょっと待てよ、マジで価値格とか言った時だけいつもね負けそうになるんですよ。これガチガチでやばい。よいしょ、2体あります。ディガーがあります。いやめっちゃある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 やん。ええー、ねえねえねえ。あーそれやばいな。いやさすがにちゃんと守れたっすね。オッケー。いや、縦の戦士が、強いね、うっせんだよ、俺。誰に向かって俺しとんねん、ボケイ。お前が負けのんやい、とか言ってね。さあ、あと2勝だ。いや、あと2勝で7000か。今シーズンは、あと残り16日っしょ。で、今、まあ、言ったら、まあ、動画的に14日目か、今日が。だからまあ、明日が言ったら折り返し1年ってとこで、トロいくらぐらいから始めたんだっけ、まあ、5600ぐらいだったかな。もう覚えてないけど、まあ、ちょうど折り返しぐらいですね、本当に。でも。さあ、いいぐらいで、ちょっと相手はトロが高いと。7000行きたい顔してんね、君。7000行きたい人には行かせません。よろしく。さあ、まあ、とりあえずディガーからか。いや、マジで縦線にしただけで、ロイに対してね、めちゃくちゃ勝率下がったっすね。まあ、全てのデッキに対してなんだけどね、やっぱ単純に火力がちげえし、まだプリンセスコウモリ盾の戦士で、まあ、矢の雨枯渇的なね要素にもなってくれた。さあ、いやバルキリータルハイ嫌な香りがしてんね。さあ遅延スケラー、おーでけえこれ。まあ、絶対遅延スケラーやん。100-0で遅延スケラーやんね。いやまあ遅延スケラーはね、これは逆に行きます。なぜなら、
まあめちゃくちゃ削られた場合はいいんだけど、同サイでずっと削ってもこうユニット固められちゃうんですよ。ユニット固められてボコスカいかれちゃうんで、さあやばい、いやマジで溺れる。え、俺のコウモリは、俺のコウモリわざわざ見られしたのにどこ行った。まあでもこれは結構むずいですね。ベビーを端前言うので竹取って外向かせてる、さらに内側向かせて外コウモリのスケラをまあ縦線か言うのとかな。さあまあスケラはね、序盤キング起動したいっすね。キング起動しなきゃぶっちぎり勝てないが、キング起動しないでも勝ちたい。贅沢野郎でいきます。さあディーガーで削ってあいつ出してほしいけど、いやバルキリーこれ単品で来ねえかな、ガチで。そんな都合よくはいかん。いやマジでバルキリー単品で来たら熱いんだよね。あーそれマジせこいよな、もうこれガチでせこい、本気ですごい。痛い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 、いや待ってガチで、いやチエンスケラの防衛だけめっちゃ下手、めっちゃ下手なのとずるいんだよね、チエンスケラ許しません。いや U の冴えたら渋いんだな、気づいた。でもこれは2体いっていい、絶対いっていい。あ待って何してんだ、めっちゃ見てる、やばい。こう、いや右の方が痛いやつだ。あ待ってこれやばい、右がやばい、いや右がやばいけど、右がやばいとか言ってる場合じゃない、左もやばい。ちょっと待って、ほんとやばい、止めて。いやスケラ打ってこんのかい、そこに関して打ってこいや。いやうん、あやばい、ブーのお化けが、あん違うねん、無理やねん、無理やねんなーとか言うてワンチャン耐えませんよね。いやーもうチェーンつけろ、無理、はい無理です。まあガチで序盤にベビドラをトルネードで内側に寄せてプリンセスタワーまで近畿道っすね。それ以外、まあ、ナイトとかこぼれてきたのをトルネで近畿道でもいいんですけど、チエンスケラーね、ガチで、過保だな。もうガチで、このデッキで勝てないデッキは全て過保してほしいです。スケラーね、大会でめっちゃ、これはね、キング起動したかったな。もったいない言うの出したっすね、これ。言うの出さなかったら全然キングドあったんで。うわ、ガチ、しかも暇。アド取って暇なのもったいない。何これ、相手のデッキ。ロケ砲。コウモリのオリちゃん。いや、ガチで何のデッキだ、これ。ロイジェイだな。ロケ砲いたんで、クエイクロイの可能性は結構あるっすね。まあ、デリバリー。クエイクデリバリー、なんかロイジェイみたいな。それだな。いやこれもう一回プリンセス読みしていい？ロケホ読み。さすがに来ないか。いや聞いちゃったー。さすがに来ないかで来る世界。なんか狂ってないで。狂ってやがるやつは延命してあげます。うわ熱い熱い、ガチ熱い。いやーまあさすがにこれ延命できないけど、思ってめっちゃ美味しくね、流れが。なんか開いて。どうなってた？なんかデリバリーで受けミスってウッドも何も届かなくてみたいな大事故かましてましたね。ああまあこれはいいや。さあバズライトイヤーやん、なんちゃらの体へ。さあ行こう、レッツシンク、行ってこいプリン。ん？もしかして充電切れ、あの最強と言われたバズライトイヤー、なんと充電切れです。あれに助けてもらわないと。なんだっけ、ウッディ、ウッディ私よ、バズよ、充電が切れたの。
さあ充電してもらって、またね当てりましょう。バズくんお疲れ様です。ナイス。さあ、いや連勝したいな。あと2勝だからな。これ充電切れ野郎ワンチャンリアルアルファ、いやわかんねえ。さあよろしく。でもなんかたまに見んな、このパク e スポーツみたいなの。いや D がちょっと反応遅いな。俺ももう3年前だったら今のね、もう2歩ぐらいモグラのあの見えた瞬間にピュッてリガー出して D が受けてたな。さあナイトのディガーはバルーンか、エルスピッショーなんだこれは。エルスピー、枯渇だな、エルスピー。あーい。いいバルーンだよ。いいバルーンだよ。お、しばやなめしてる。え？折ってるか。まあミスっすね。まあミスでしょ。今ので、煽ってたら、あれよ。あんま言えないけどね、問題がちょっと問題がある子か、充電がないネジが外れちゃった子になっちゃうからね。今のでね、あ対空ねえじゃん。よっしゃ、ホーレイの読み穴めはさすがに早すぎ。え、読み穴め芝穴めしてたよね、見間違いじゃなければ。してたはずなんだけど、これやばい。右サイドの出しつつ左サイドの出しちゃったん。こんなの絶対プリンに当ててくるやん。なんそんな延命しようとしてないけどね、別に。まあ、一応、コウモリ出してみよう。ヤナメが飛んでくるかもしれん。あれ飛んでこんな。芝ヤナメしてた気のせいか。ウッドデリバリーあると思う。俺なんか芝ヤナメみたいなの見えたんだよね。さあ、でもこれは、エロめのディガ。ウッドで近畿道。あ、うい。無理でーす。できる気がするけど、できなかったっすね。ラッキー。いやー、やっぱエラメ持ってますわ。なんやねん。さあ、ということで、勝ちました。なんか、負ける気がしないっすよね。ああ、めっちゃうまいじゃん。ごめんごめんごめん。負ける気がしないだけでさ、本当にごめん。君めっちゃうまいね。でも別に体育ないんだよね。その読み穴めとかしてるけど。いや、問題は、ね、このダメージが入ると、普通に負ける。あんえ？さては、君めっちゃうまいな。あ、エルスピーだ。あ、そうだ。忘れてた。やばいやばい。流れが。流れがね。ちょっとだけね。いや、これはね、バカが痛いの。でも、アドもやばくなってきちゃうね、これ。さあ、一回反省しなきゃいけないね。いや、そうだよね。いやー、いい反省だよ。そういうことだよね。結局は。クラロワやる上で学んでいかないと、一回一回。ね。よいしょ。2倍盛り。実は2倍盛りです。いや、これ相手、2倍盛りに気づいてない。あ、待って、やばい。2倍盛りしたら、D が、あ、待って、やばい、待って、2倍盛りしたから。え、ってか、え、グッズやばい。あ、でも言うて？おう。なんかあれが起きてる。名前忘れた。いや、間に合う。いや、この家の追加熱いんじゃない？これ絶対足まくり。え？本当に？変えてく。熱い。え？めっちゃ熱くね？拾われるよね、でも。思った。あれ？待って、やばい。あ、待って。え、マジやばい。あ、待って。ね。そうだ、そうなるよね。あー、もう、9割ほれ、付きやねん、このトルタイ。いや、待って、ガチで持ってーねー。いや、ガチで。ディガー、あんな目の前に来るの、誰でもわかるよね。うわー、下手だったな、最後。あれは僕は悪いですね。最後の最後であんなもんディガーは前なんですよ。みんな焦ってるからね。急いでるから。早ーくね。どうしても早ーくね。そうなるんですよね。そう。いやー、これもうワンチャンスケラ用にみたいな。あー、スケラ用。ワンチャンってかマジでスケラだった。近畿度すればよかった。まあ、言うの出してたし、みたいな。
いいよ、ちまちま来いよ、かかって来いよ、リベンジマッチ。いや、あんなにとかもう基本的にガチで無理のチエンスキャラに、まあ、勝ったらだからすごいんだよ。まあ、逆に行こうかな。絶対これだって右にリが飛んでくると思うよね。思わない。いやー、頑張ってこうぜ。にゃんにゃんにゃんぴょん。スケキンマン。You are スケキンマン。つくら？あー、打ってきてほしかったなー。あー。まあ、さすがにここは耐えれる。いや、待てよ。ちょ、待てよ。遅延スキルやないかい。ゴリラになります。いや、マジでゴリラになるの大事で、ここを、縦の戦士いない。いや、天才になります。あ、これでも美味しくね？そう。もう、てかまあ、ベビドラが今回内側だったんで。いや、ガチででかい。いや、これで負けたらもうね、問題児だね、俺がね。これはさすがにね、負けないんですよね。いや、めっちゃうんこ我慢してるみたいになってる、言うの。で、これを後ろに下げちゃうんですよ、僕らになると。で、範囲で、一発入れていく、一発押しだけ、一発で嬉しいよ、僕。やべ。キングが起動してるからスケルトンラッシュが無視でいいんだよ。いや、でかいでかいでかいんだけど、サイド同じならちょっと気に食わねえな。相手甘えたタルババ打ってこねえかな。甘えました。でかいでかいでかい。さあ、シプリエ、もうこれ左っすね。いや、めっちゃなんか未来読んでんじゃん。なんで？うん、よいしょ。いや、待って、なんか普通に負けそうだね。さすがにやばい。あぶ、待って、無言になってもいいかい。やばい、待って、このコウモリ何これ、なんでこれ、やばい、ガチやばい、ガチシュワすぎる。いや、一発つけ。あ、マジで金ギドがガチでかい、ぶっちけ。これ8枚スケーキンくるっすね。うん、これ剥がした方がいいですね。剥がしてしまえばもう何でもいいか。こんな本当にもうスキーにしとけよっていう。金ギドなめんなよ。え、金ギドやばい、待って、働けもったい、もっともっと働け。いい、でもリクウーケがあなたは今すぐない。お前だ、立ての寿司ん、なんでいい。さあ、プリン出して、いや、もうディガディガディゴディガーね。あ、待って、ずれた、やばい。スケキン使ってくる。そのプリン出す。いや、防衛で使いたくねえけど、しゃなし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 。え、待って、やばい。ガチで入るな。それだけやばい。ガチやばい。ガチやばい。本当にこれだけ負けたくない。本当にこれだけは負けたらダメ。これ負けたら何にも勝てない。危なすぎる。やっぱ伝説の男がちげえぜ。TZ キャッツ伝説。すげえねえから名前だな、おい。行くぜ。いや、あと2勝。サーバルーンが来ましたねと。いやー、ここマジで2連勝して決めたいとこですね。いや、名前がバルーン、あ、バルーンじゃねえや、俺の目腐ってんな。ブーンだ、ボーン、ブーンだね。いや、でも本当にバルーンっぽいな。フレーバーと&トライカップっすね。いや、うわぁ。え、なにこれ。あ、白銀か。
くんだ。うわーちょっとめんどくさいねこれ。爆撃ね、受けがね意外とないんですよ。そうだからこんな感じにね大変になります。いやー金ギドされるですね。まあまあこれはねしょうがない。だがしかしこのダメージ入ったらでかい。あでかい。まあバルキリーで読まれるっすね。いやこれは意外ときついな。何がきついって、まあ、迫撃抜くと、あとはねロケ削りっすね。多分僕のダメージ多分3000ぐらいロケで削られるだけですね。それ以外ぶっちゃけ削られないんで、さあ3000ロケで行かれることだけを考えて戦います。イカチー相手の取れね。あでもこれ美味しいな。これ相手が結構きつくね、受けなくね、俺のプランでは。のニョキ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 。え熱い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 。いガチでたまたま全てがなかった相手の受けに。いや言うの2体今のやばいね。これね来ない。えこれこれもしかもまたバルキリー塞いでんで、あのディガーからのウッドで 100% ダメージ入ります。スケルトン出したい。いやいいねいいねいいね。いやこんで帰ればもうこれスケ用に、いやそうなんですよね、スケをねそうしたいんですよ相手は。いや反撃法がちょっと邪魔してんな。まあこんなねちょっと冷静になんですよね。こういう時に冷静になれないやつはね負けちゃうんでね、強要なんですよこの手のダメージ。いてえ、この手のダメージでビビってるやつはダメなんですよね。さあ許容という名の余裕を見せていく。さあロケットしくる横に見ててね、こっちに来ない。痛い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 からちょっとやめて、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 ちょっとやめて。あーニョキと、あーええやん。いや意外と、いやまあ言うのの、あークエイクだったのか。まあ言うてクエイクもロケも変わんねえけど、これ勝てたらまあ良かったっすね。さあナイス。いやタイムスリップせずにね済みましたね。 OK。 さあここ勝てばね9000です。あ違う違う9000じゃねえわ強すぎ7000です。さあ来たウッディーンウッディーン。まあ5回転あークロスかロインの2択っすね。ホグで始めるスピはもう相当な化け物しかないので、さあこれはもう100-0の、あのワンチャンディガー削り、ディガロケっていう戦術もあるけど、まあほぼ確でロイだと思います。いやー言うの無能ガチで無能16なのに無能勘弁して。あワンチャンの方引いた。ディガロケだ、ディガロケだとこれがちょっとまたね美味しいんじゃない。いやディガロケの方がねまあ美味しいっすよね。まあロイでもいいんだけど、さあデリバリーと、まあ、インフェかテスラが入ってるロケ削りデッキですね。そういやーこれなー、まあ、コウモリでも別なんでもいい、まあ、ディガー2体飛ばしとくだけで相手きついと思うんですよ。そうだからもういきなりこうやっちゃってね、遅めにコウモリも追加すると、このコウモリに対してはデリバリーか、あーやばい、この見えなかったことにしてほしい。このやばいガチで恥ずかしい、何これマジの無能言うの来た、やばすぎー。いやここのディガーはもう強です、俺が悪いです。なんだな島言うの、言うのの使い方が世界で一番下手くそな男だ今だけね。まあ勝てばいい。さあとりあえず10コスまで待ちます。エリクサーアドバンテージどんぐらい取られるか出るかを把握するために、さあウッド使ってくんね、脳死で相手にインと次第では考えたけど、まあ一旦冷静に、さあまあこれぐらいなら使っていいと。でもここはあー分かってますね、相手もでもしっかりね。さあさあさあま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 あ、いやこれでも勝てると思うんだけどね。ああ今の拾えないね、渋い。ちょっと待って本当なんかやるな。
いや待って、あキング起動してんだか。いやロケケツにも来るもんな。ちょっと待ってよ、怪しくなってきた。でもここを突破する方法があって、これです。結構きつくないこれ。いうのがねめっちゃ強いんですよこれ。突破しちゃう。いやもっと突破してほしい。え待って、俺これ前ね勝ったんですよね。そうだから勝てると思ったんですけど、ディガーは毎回同サイドに合わせてくるのとね、受けがねめっちゃ丁寧。まあまあまあ、いや入ってんね。いやいいよ入ってんね。しかも端前プリン、いやめっちゃいい。勝てば7000、勝てば7000すけ。いやおおおおおお勝てそうだなこういうやつ大抵負けまーす。はい、あ諦めましたね。いや諦めてなかったわ、嘘でした。ウソピョンの端前ユウのプリン、お全部拾ってる、うまおい。キドー7000です。やっただ、いやなかった7000マジで。さあということで7000到達ですね。あとはシーズン10何日だっけ、もう忘れましたけど、まああるので8000目指して頑張っていきたいと思います。チャンネル高評価もぜひよろしくお願いいたします。ではお疲れちゃんです。またねー。